東桜島村は、鹿児島県の桜島東部にあった村。町村製止工事は、北大隅郡1897年より、鹿児島郡に属した。1914年1月12日の桜島の大正大噴火によって、東桜島村と大隅半島を隔てていた、瀬戸海峡が埋没して、陸続きとなり、東桜島村の有村。 脇、瀬戸の三集落が溶岩によって埋没する甚大な被害を受けた。1946年にも桜島の噴火によって流出した溶岩によって黒神と有村が埋没した。1950年10月1日には鹿児島郡一式村と共に鹿児島市に編入された。活火山である桜島の東半分を行政区域としていた村である。 1914年1月12日の桜島の大正大噴火までは、大隅半島と東桜島村を隔てていた瀬戸海峡があったが、溶岩流によって埋没し、陸続きとなった。東桜島村には、高面、黒上、瀬戸、脇、有村、ふるさと、湯野、野尻の八つの大技が置かれていた。現在の鹿児島市公面町、黒上町。 有村町、ふるさと町、東桜島町、餅木町、野尻町にあたる。1889年4月1日に、町村制が施行されたのに伴い桜島の東半分にあたる湯野村、野尻村、ふるさと村、有村、黒上村、高面村、瀬戸村、脇村の区域より、北大隅郡東桜島村が成立した。 東桜島村役場は大技有村に置かれた。1897年4月1日には、鹿児島県下国海並軍海変更及び軍、廃除法律によって、北大隅軍が鹿児島軍に統合され、東桜島村は鹿児島軍のうちとなった。対大象大噴火以前の測量地図。有村には、村役場を示す例の地図記号がある。 薄い灰色で描かれている影が、大正大噴火後の地形である1914年1月12日に、桜島が爆発し、噴煙は高さ約1万メートルに及んだ。大噴火時点の東桜島村、の人口は約8000人であった。当時の東桜島村の行政施設としては、有村に、村役場、郵便局、巡査駐在所、尋常高等小学校があり、 黒上二巡査が駐在しており、その他、野尻、湯野、ふるさと、黒上、後面に、尋常小学校が設置されていた。東桜島村長らは、前日より確認されていた、前兆現象について、有村郵便局から、鹿児島の速攻署に問い合わせを行っていたが、速攻署からは桜島は大丈夫である旨の回答があり、青年会と、 村当局が話し合いを行ったが、避難は行わなかった。結果として、噴火発生後、村民らは、火山灰や軽石が降り注ぐ中避難することとなった。有村にあった、東桜島村役場から避難した村長らは、準備していた緊急脱出用の船を失ったことから、村役場に置かれた黄金を帆柱に浮かべて、脇の海岸から垂水へ向けて泳いで避難しようとしたが、 収入薬と初期が途中で溺死し、村長らは、瀬戸の漁船によって救助された。また、駐在所に勤務していた巡査や郵便局長、尋常小学校の校長は最後まで島に留まり、残留者の救護に当たった。1月13日には、火災流が桜島東側に流出したことによって、 幅360メートル水深75メートルであった瀬戸海峡が埋められ、1月30日にはそれまでの瀬戸海峡は地峡となり、大隅半島と陸続きになった。これにより、有村、脇、瀬戸の三集落は溶岩に埋没して全滅した。また、桜島の北東にある鍋山から流れ出した溶岩は、 有村や脇の集落を埋め尽くし、同年の5月21日には、溶岩が有村海岸に到達した。東桜島村の大正大噴火による犠牲者は、行方不明を含めて25名となった。東桜島村役場が有村集落と共に埋没したことにより、同年の司法省国時第15号、同省国時第16号によれば、 村役場に保管されていた身分等規模、戸籍簿、出入記留簿などの書類も消失した。その後、村役場は湯の集落に移転した。東桜島村は、復興にあたり、村役場費を国庫からの補助を受け、教育費を軍費、県の無利息貸し付けに頼った。その他にも、高知復旧工事費も国庫からの補助を受けた。また、 移住も行われ、国有地の無償提供が行われた、指定移住地への移住者と、その他への移住する、任意移住地への移住者と合わせて、東桜島村では825個が移住し、指定移住地へは519個、3325名が移住した。大正大噴火から10年後となる1924年1月には、東桜島村によって、 東桜島小学校の敷地内に桜島爆発記念碑と呼ばれる石碑が混流された。これは1914年1月12日に発生した桜島の大正大噴火の教訓を後世に伝えるために混流されたものであり、碑文の内容から科学不信の碑として知られている。1935年9月より小噴火を繰り返しており、 1939年には、黒髪に新しい加工ができるなど活発な動きを見せていた桜島であったが、1946年1月頃より、噴煙活動を開始し、3月10日に南岳の東側山腹で噴火が発生した。溶岩流は、鍋山と権ン山の間を抜け黒髪瓦に溶岩原を形成し、 黒神の集落を埋め尽くして4月5日には海岸まで溶岩が到達し、海中に約2000メートル、最大幅2000メートルにわたって溶岩が突入した。この溶岩の流出は5月25日まで続いた。3月31日には分流した溶岩が、有村海岸まで溶岩が到達し、溶岩は約1000メートル程度海中に突入した。 これによって、有村は、反滅の被害を受けた。また、この噴火によって送電線が切断され、桜島全域が数ヶ月にわたって停電した。1950年10月1日には、東桜島村が、鹿児島郡石木村とともに、桜島の対岸に位置する薩摩半島にある、鹿児島市に編入された。同年10月18日に、 鹿児島県広報に掲載された鹿児島県の国示である鹿児島市の一部大技の変更により東桜島村が鹿児島市に編入された10月1日に東桜島村にあった大技は以下のように変更が行われ鹿児島市の町長となった以下の学校一覧は鹿児島市に編入された1950年時点のものであるありがとうございます